こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。わあ、綺麗だわ。霊夢、何を見てるんだ？昭和の頃の女優さんたちの写真集よ。モノクロなのに美しさが半端ないな。これは第1回ミス日本になった山本藤子さんよ。美しすぎるからという理由で、日本銀行の内定を取り消されたんだって。ちょ、こりゃまた、すごい理由だな。でも、こんな人がいたら、仕事が手につかなくなるかもしれないよな。今見ても美人は美人だけど、やっぱり雰囲気が違うわよね。そうだな、やはりその時代の顔っていうものがあるんだろうな。うん、時代の好みなのかな？時代や文化で美人の定義も違うから、変遷を見ていくと面白いかもな。美人顔の変遷？実は、私も知りたいと思ってたわ。お、霊夢も興味あるか？あるわよ、だって私の時代はいつ来るのか知りたいんだもん。霊夢の時代だと。さて、時代を遡って顔の変遷を見ていくぞ。おい、マリサ、スルーしないでよ。今日は、日本の美人とされる顔の変遷について解説していくぜ。ゆっくりしていってね。じゃ、まず奈良時代から振り返っていこう。奈良時代の美人は、唐の文化の影響がもろに出てる。確か、遣唐使を派遣してたのよね。そうだ、鳥毛律女の屏風や薬師寺吉祥天女像とか、エキゾチックだろ。ゆったりした服を着て、ふくよかな感じね。眉は弓なりで、くっきりと濃いわ。髪型も凝ってるし、アクセサリーもたくさんつけてておしゃれ。実際の奈良時代の人の顔は、そういう絵や仏像を見るとなんとなく美の基準はわかると思う。仏像って東大寺の大仏様？いやいや、大仏じゃないぜ。実際に生きていた日本人をモデルにした像がたくさんあるんだ。そんなにリアルな像があるの？東大寺の国宝の四天王雄像は、現代にいたら絶対ラグビーやってそうなアスリートだし、アシュラ像だって怒りっぽいけど、美少年だろ？なるほどね。堀達夫が東洋のミューズと褒めたたえた秋篠寺の儀兵衛天や、東大寺の弁財天立像の顔立ちが奈良時代の美人に近いのではないかな。ふっくらして、優しそうね。奈良時代の顔はどんなメイクなの？日本の化粧には、三大基本カラーがあって、赤、白、黒の三色を使うんだ。その中で、奈良時代は赤がベースの化粧なんだぜ。赤？血色よく見せるってことなの？そう、頬や耳たぶに思いっきり赤を入れる固形の紅を水で溶いて使用して水紅で血色をよく見せるメイク法だな。なるほど。トリゲリツジョもチーク入れすぎくらいに血色いいわね。これも、当時の唐の影響なのね。そして、現代の化粧にはない最大の特徴は、額の中央に花紙、花弁と呼ばれる花や4点を紅や青色で描くことだぜ。トリゲリツジョにも施されてるだろ？あ、ほんとだ。口元に陽電という、エクボのポイントメイクもあるんだ。スケボクロみたいに、スケエクボを描いたの？チャームポイントだな。なるほど、表情豊かな笑顔美人が好まれたってことなのかもね。憧れの国、唐の美人の絵を見ながら、真似っこしていたんだと思うぜ。当時の一番の美女といえば楊貴妃だ。唐の美人の絵を見ながら、メイクも頑張っていたのね。でも、顔に花を描くなんて、よく考えたわね。もともとは5時代の美女が顔に負った傷が赤い点のあざになったことがきっかけなんだ。あら、お気の毒な話ね。しかし、その赤い点があるために、彼女はより美しさを増したんだそうだぜ。それを見て、多くの女性が我も我もと、顔に点を描き出したんだよ。いやいや、それはその人が美人だからじゃん。あちこち描きすぎて、目鼻立ちがわからない顔もあっただろうな。奈良時代、あまり知らなかったけど、面白かったわ。唐かぶれというか、唐大好きな時代だったのね。そう、その反動か、次の平安時代は、遣唐使も廃止して、日本独自の文化に目を向けた時代だ。国風文化って言うんだよね。霊夢、よく覚えていたな。神殿作りも覚えているわよ、テストに出るわ。そう、平安時代の美人の基準は神殿作りが関係してるんだぜ。え、どういうこと？平安時代の美人にはこのような特徴があったと言われている。白い顔、長い黒髪、広い額、切れ長の目、鼻筋が通った小さな鼻、おちょぼ口だ。うん、そうそうそう、いうイメージよ。ちんまりとした顔立ちが上品だったのね。その中で重要なのは白い顔なんだぜ。ん？それと神殿作りに何の関係があるの？神殿作りは、昼でも薄暗い室内だったから、当時の高価なおしろいを塗って暗い中でも肌が美しく見えるようにしたんだ。そうか、部屋が暗かったのね。白い顔を引き立てるために、黒髪を長く垂らすスタイルを垂髪という、高貴な人は、髪を耳にかけてはいけないんだぜ。え、なんで？そんなことをするのは、労働階級だけだからな。お姫様は何もしないから、髪も長くできるのね。自分の身長くらいまで伸ばしていたらしいぜ。ひえー。城の対比として、髪は黒くて長ければ長いほど美しいんだ。それから、唇には小さく赤い紅を刺す。暗闇に引き立つ美しさね。そして、成人した女性は眉を抜いて、天井眉という眉を眉墨で描く。マロ眉ね、成人っていくつくらい？ 12 歳くらいだな。もうすぐ結婚できるという縁だからな。若いわ、結婚早いわ。殿城眉は、自分の眉よりも高い位置に描くから、額は広い方がいいんだ。それから、お歯黒もするんだ。お歯黒、わからないわ。怖い顔になるわよ。平安時代は、天井眉もお歯黒も男女共にやっていたぜ。お歯黒にすることによって、より顔を白く見せる効果があった。
ねえ、なんで、自前の眉を抜いて、こんな眉を描くの？おしろいを塗るのに、眉毛があったら塗りにくいという理由が一つ。一番の理由は、表情を読めないようするためなんだ。なんですって？眉は感情が出やすいだろ？高貴な人は、感情に動かされないという日本の美意識の表れだな。そんなに手を加えたら、誰が誰だかわからないじゃない、みんなバカ殿になっちゃうわよ。この時代は、身分で決まるから、私たちの思っているような、一人一人の個性はいらないんだぜ。ほぼほぼ、生まれで決まる世界なのね。女性は、天皇の中宮になるくらいじゃないと、名前さえ残らない時代だ。絵巻はみんな同じ顔だろ？あれは記号なんだ。貴族はこうあるべしという美意識の記号なのね。あ、お歯黒は虫歯や歯槽膿漏の予防効果があったらしいぜ。白塗りして十二人を着ているのね。髪も長くて、着物も重そうよね。重力に負けるわよ。十二人は清掃だから、家ではもう少し軽めの格好をしていたらしい。当時の女性は、膝で歩く、七行という歩き方だったし、大体は胸足に肘をついて、寄りかかっていたぜ。なるほど、お姫様って体力なさそうだもんね。リビングのソファで寝転んでる感じなのね。平安時代は、隠す文化なんだ。ミスや貴重や屏風で視線を遮り、外からは簡単に覗けない部屋の奥で、扇で顔を隠しているんだ。そんなんじゃ、どうやって好きになるの？隠されたら見たくなるだろ。だから、垣間見という名の覗き見をする男はいたんだよ。でも、部屋の奥にいるからよくわからないわよね。着物の重ねた色のセンスとか、髪の美しさとか、横顔とか、少しでも見れたら好きになっちゃうかもしれないだろ。妄想力も必要な時代ね。源氏物語の中に、光源氏が、わざと蛍をたくさん飛ばして、美しい姫の姿を浮かび上がらせて、見ている男を焦らすシーンがあるんだ。わぁ、そんなの見ちゃったら、絶対好きになっちゃうね。源氏物語といえば、美人に対する説明は適当なんだが、不美人を叩くボキャブラリーは豊富なんだぜ。紫式部って意地悪？末摘む花、花散る里、あと紫式部自身をモデルにしているうつせみは、物語の中でもベスト3の不美人キャラで、特にうつせみのことは、自虐的にけなしているぜ。紫式部は自虐キャラね。腫れぼったい目をして、鼻もすっきりしてないし、肌ツヤも悪いし、一つ一つ見ると悪いレベルって、源氏に言わせてる。散々、けなしてるわね。だが、それを補うセンスの良さがあるって褒めてる。そこには、自信があったんだね。隠す文化っていうのは、その後の日本にも延々と繋がっているんだ。そうなの？私たち日本人が、マスクに対してそれほど抵抗がないのは、顔を自然と隠す文化が DNA レベルで根付いているからかもしれないと思ってるんだぜ。ほう、確かに、忍者も顔を隠してるわね。特に平安時代は、顔以外の手も足も見えないように、大きな着物で体を隠している。体のラインがわからないわね。十二人が本体みたいになってるだろ。それに、平安時代から、髪以外の身体にはアクセサリーをつけていない。あ、ほんとだ。その前は、首飾りとか、顔に花を描いてたのにね。顔も含めてできるだけ肌に注目させない、肌を感じさせない、隠す文化なんだと思うぜ。だから、美人の定義はないのかな？貴族は、顔立ちより、身分とか教養とかセンスが重視されたってことだな。教養？和歌が作れるとか、字が綺麗とか、楽器が得意とか、会話が楽しいとか、声が綺麗とかだな。ダメだ、私、平安時代で生き延びる自信がないわ。評判を聞いたり、和歌や手紙のやり取りだけでデートするから、そういう関係にならないと素顔は見られないんだ。それって、結構スリルあるシステムよね。身分が良くても、教養がいまいちの姫はどうするの？姫の格を上げるために、清少納言や紫式部のような、才能ある女房を雇うんだぜ。なるほどねー、うちは、こんなすごいスタッフがいるんだよって宣伝するのね。さ、次に行くぜ。いきなり戦国時代に飛んで、織田信長の妹のお市の方の肖像だ。推しの方も天井眉だね。しかも、かなり上に描いているわ。殿城眉は室町時代以降、どんどん上になっていって、そのまま能面に移されるようになった。ほんとだ、このお市の方、能面に似ているね。それに、顔と首と右手しか出てないわ。すっきりとした顔だし、凛とした佇まいだな。絶妙なバランスで美しいけど、目鼻立ち自体は印象に残らない。眉がないと、謎めいた表情になるのね。モナリザと同じなのね。そして江戸時代になると、もっと庶民の美人も描かれることになる。あ、浮世絵ね。あれは北川歌麿の浮世絵だな。でも、これも平安時代の絵巻の絵と同じで、みんなステレオタイプの同じ顔になっちゃうんだ。ほんとね、いろいろなタイプの女性がいるのに、顔は同じよ。江戸時代は年齢や身分にふさわしい服装が決まっていたから、人間を見るときは顔つきよりもファッションが重要だったんだ。浮世絵に似顔絵の要素は求められてなかったってことね。女性は、結婚や出産したら眉を剃ってお歯黒したし、髪型も変える。一目で、身分、既婚未婚、子供のあるなしなどが分かっちゃうシステムだったんだよな。なるほどね、みんな浮世絵みたいな顔じゃなかったのね。ある意味、これは理想的な顔だったんだろうな。都風俗家は遺伝という、江戸時代ベストセラーの美容の本があるんだけど、そこにはこう書いてあるんだ。なになに？目は顔の中央にあって顔の格好を引き立てる第一のものなのだから、凛として強いことを良しとする。しかし、あまり大きすぎるのは見苦しい。
へえ、大きい目は何の？かといって、小さいのも NG だぜ。大きすぎる目をカバーする美容の方法が、わざわざ書いてあるんだよ。へえ、今じゃみんな目を大きく見せたくて頑張っているのにね。江戸時代も幕末になってくると、写真が残されてくるから順番に見ていこう。昔の美人、見たい見たい。これは、シーボルトのお孫さんの楠本貴子だ。本当美人さんねー。銀河鉄道999のメーテルのモデルだそうだぜ。切れ長の目が、メーテルそのものよ。次は坂本龍馬の妻の奈良崎優だ。これまた、色っぽい美人、度胸のありそうな表情よね。明治になると、ちょんまげや大刀とともに、お歯黒も禁止された。明治以降はモダンな雰囲気の女性が登場したぜ。いきなり、変わったのね。明治の近代化政策だからな。女性の美しさも、変わっていく。いきなり近代化。思えば、すごい時代よね。明治の美女といえば、外交官の陸奥宗光の妻、陸奥陽子だな。これ、女優さんの写真でしょ？その美貌と聡明さで陸奥陽子は中米日本公使館の花と呼ばれ、海外からも評判だったそうだぜ。様相もバッチリ決まってるわ。六名館の花と呼ばれた鍋島長子は公爵、鍋島直弘の妻だ。わぁ、エレガントで可愛らしい、お姫様みたいね。次は芸妓の人気投票ナンバーワンの満流。え？普通にアイドルだよね？可愛いわ。絵はがき美人として人気を博したぜ。新聞によろず流物語が連載され、三越のポスターにも登場する超人気者だった。へぇ、明治のアイドルね。でも、納得するキュートさね。次は大正ロマンに花を添えた大正造美人を紹介するぜ。ハイカラな大正時代ね。歌人の柳原白蓮、法律学者であった江木中の妻、江木金繰り返し、歌人で社会活動家の九条武子だ。わぁ、明治とはまた一味違うわね。柳原白蓮の儚げなところとか、素敵ね。竹久夢二の絵みたい。白蓮は小説真珠夫人のモデルだな。ドラマチックねー。最後に昭和の美人として、山本藤子と原節子を紹介するぜ。レベルが違うわ。映画のスクリーンで見るレベルよね。昭和になると、美人の条件として、二重のパッチリとした目、高い鼻、健康的な体型と変わってきた。洋画も入ってくるし、美人の理想もグローバルになってきたのね。そして、映画からテレビに娯楽が変わってくると、今度は、親しみやすい美人にシフトしていったんだ。昭和、平成、令和と、これからも様々な美人が登場してくると思うぜ。そうね、楽しみだわ。そして、いよいよ私の時代が来るのね。そうだといいな。ありがとう、マリサ。日本の美人の顔の変遷、面白かったわ。どういたしましてだぜ。私も新時代の美人として今後活躍していきたいわ。確かに私たちみたいなまん丸顔が美女とされる日も来るのかもな。では、皆様、ここまでのご視聴、ありがとうございました。